始まりましたスタートアップ。今日はどういった企業さんでしょうか。はい、今回企業には行かずにですね、はい、実はある人物に会っていただこうかと思ってます。はいはいはい、 VC と呼ばれる人なんですけど、はい、VC なんかの略語ってことだよね。そうですね、バイオリンとチェロ楽器ビクトリーチャンピオンあ、いいね、それっぽいね、ウイルスセンターあ、V だからね、ウイルス、意外とね、ベルディ川崎かっこいいね、 C から始まる川崎バカ、うん、バカバカバカ、聞いた僕はバカでしたごめんなさいスタートアップ。今回 VC と呼ばれる人なんですけれど、 VC スタートアップの鍵を握ってる、鍵を握ってる、この会社って何名ぐらいいらっしゃる。4人ですね。4人で今50億のファンドです。4人ですごいな。じゃあ行きましょう。今月もよろしくお願いします。はい、お願いします。そうですね、名古屋銀行。あ、名古屋銀行さん。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。じゃあ早速、ご出資いただきましたセントラルジャパンシードファンドのですね、投資の状況について、現状7社投資が終わっております。おはようございます。社長が。社長が。こんにちは。あれ？久しぶりっす。お待たせしました。覚えてくれますか？うわぁ雷で100万円投資しますってなった場合、うまくいったらこの採算だと、100円です。うぉやべえな。